もう眠いし、枯れそうもないよ、試合は。いいよ、いいよ。天気は回んない試合は無理よ。見てるぜ、もうこいつ論外だろう。チームのためにやる気はないって。最後までやれよ。俺みたいにチームの絡みであるチームのエースだから仕方なくやってる。仕方なく次のゲームに行った方がいいって扱いでやってる人もいれば、もうゲームになんないからもういいんじゃない。もうキャンパーしかやしないから、もうつまんないから、もうブラッドボイス稼ぎで。次のゲーム。手伝ってできるようにしてほしいわ。発電機回してくれねえんだぞ。どうやって買うのか説明しろよ、まずよ。
ャンプなんだから発電機回してりゃいいじゃん。始め返してる、もう言葉が出ない。キャンプしてるって分かってる状態で発電機回さないのはいかがなもんだと思うよ。回してれくれたら全然変わっていただろうに。俺がヒロちゃんスーパーエース強者にはヒロちゃんがいる。こういうプレイができる。ヒロちゃんがエース MVP。 こういう卑怯者にもヒロちゃんがいれば勝つ。こんな汚いキラーばっかり。もうね、俺がヒロちゃん。プレステージ100がなんですぐもがいてんだよ。格好悪いと思わないのか。チームのためにやらないのか。怒りも何もないのか。デッドバイのエース、スーパースター、ヒロちゃん。チームのために、勝利を、またね、勝利というものをね、プレステージ100で釣られてもがいてるやつは何なんだよ。チームのためにやれよ。俺は、このようにチームを勝ちに導ける存在だから、俺は許される。俺が一人目になったらチーム勝てないでしょ。俺はこういう盤面だと強いんだわ。話にならない。チームにとって一番必要なのがヒロちゃん。誰が見てもヒロちゃん。ユネンって這いずりながら回復できるやつだね。で、治療速度 50% 増しになるんだ。あ、うなり声 75% で。うん。実装上オーラ見なくなるやつだね。予想外の展開はなんか、ネタ振りするっちゅうやつだ。唯一の生存者。オーラが通知されないんだ。10年は 50% 走速度増しで回復できて、這いずりの時、気絶状態の時。
で、75%、音声カット。26メートル、24か。うん。20秒クールタイムあるけど、パレットだったら、150のスピードで上がるってやつ。どうやら前回な、なんか、絶対してなくなったふりするんだけど、嫌がるって。今の日程は、5秒クールタイムで、36メートル、範囲内で、カラスのサインを見てる。ドイツの先頭車は24メートル。で、トークンになるっち。ゲート上げたりするのが 50% 増し？距離速度が 70% 上がんのこれ。むしろ発電機回せよ。むしろ。え？唯一の生存者だったらむしろ発電機回せよ。発電機回せよ、少しでも。こういうつまんないやつと戦ってもつまんないだろう。また勝ったよ、ヒロちゃんって。何試合勝たせてんだろうね。得点王とアシスト王。また勝ったでしょ、得点王。で、アシスト王、得点王。